ジェラルド・ドゥレルジェラルド・ダレルは、イギリスのノンフィクション作家、ナチュラリスト、動物保護家、鉄道技師だった父の認知インドのジャムシェードプールで、生まれる。長兄は、ロレンス・ダレルで、4人兄弟の末弟。1928年に、父が死去、ロンドンへ戻るが、1935年から1939年まで、母や兄とギリシャのコルフ島で過ごし、ジャン・アンリ・ファーブルの、 昆虫期に影響を受ける。第二次世界大戦が起きて、ロンドンへ戻り、病気のため兵役を免れ、ホイップスネードパーク動物園で飼育係となる。戦後、栄ー,ーカメルーン、栄ー,ー、ギアナなどで動物狩りをし、1953年、最初の著書、住みすぎた箱舟を観光。1956年、虫と獣と動物たちで、作家としての名声を確立。 夫人と共にアルゼンチンや東南アジアにも行く。1959年、チャネル諸島のジャージー島にジャージー動物園を設立する。1963年、ジャージー野生動物保護財団を設立する。日本では、浦松三太郎が積みすぎた箱船を1960年に訳し、以後も没々翻訳されてきたが、1974年に、 池澤夏樹が虫と獣と動物たちを訳すと広く知られるようになり、以後も市長池澤が訳した。ありがとうございます。